食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。すぐにお返ししますよ。立花さんだったな。ええ、ご安心ください。私は堅気の人間です。神室町で不動産屋を営んでいます。不動産屋？それが俺に何の用だ。料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてねえ。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか？登場過剰。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過剰でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんた一体。あなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢様です。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。大した情報源を持ってるらしい。だがなんで俺を調べた？あんたの目的は何なんだ？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。殻の一粒に決まっているじゃないですか。また殻の一粒か。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが殻の一粒を手にすれば風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本当の目的は何なんだ？俺の服を返してくれ、立花さん。私の申し入れを拒むと？あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？ああ、わかった。服はすぐに持ってこさせます。
では私はこれで。この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。立花不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた、立花不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。なんなの、あんた。さっき言ってた人生一家ってのは？東上会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、立花不動産に追い払われちまって。極道が仇相手に退いた。ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち退かされたのか？うん、ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでるのか？住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。立花不動産の人間も毎日来るのか？最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ？なんで急に。どうしよう、五六人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。どうも、生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出ていきませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけど、そちらさんは？ねえ生瀬さん、こんなヤクザに頼ると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれている。用心棒？誰に対してのです？立花不動産って仇面したヤクザだ。別に部外者が何用が構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。
何それ。今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色付けて200万、生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てたあんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万、お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるってあんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら！何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。俺は立花から呼ばれてきたんだ。お前ら立花不動産の人間じゃないのか。ここに社長はいませんよ。後で来ることになってるはずだ。部屋で待ってろと言われた。それは何かの間違いじゃないですか。何？うちの小田ってもんから連絡が入ってましてね。若いチンピラが来るだろうから死なない程度に可愛がってやれと。なんだろう、小田が。おれ、回れ右すんなら今のうちだ。おとなしく帰んなら見逃してやるよ。てめえ聞こえなかったのか。さっさと帰れっつってんだろうが。俺はここんとこどこ行っても歓迎されやしねえ。だが呼ばれた先で門前払いとは苔にされたもんだ。
だから誰も呼んでねえっつってんだバカ野郎。どけ。お前らじゃ話になんねえ。ガキが土地狂いやがって、どうなっても知らねえぞ。お前は王だ。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど、あの立花社長がわざわざスカウトするほどかと言われるとどうもね。部下に襲わせるだけで俺の何がわかんだ。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。いやー、仕事を人に任せられないってのはしんどいね。河室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。嘘だろ。この俺に、
こんな若造が怠慢で勝つかよ信じらんねえオーダー、納得しましたか、オーダーさん。ええ、俺の、負けですよ、社長。どうなってる？あんたも承知で織田に俺を試させたってことなのか？ええ、織田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ、俺はつくづく自分がバカに思えてきたぜ。さっきまであんたらは信用してもいいって気になりかけていた。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町をさあな、質問の意味が分かんねえ。私はね、キリュウさん、この町は堂島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言ってんだ？東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一つぼを手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体？キリュウさんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは？あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと？おやっさんが？向こうのこと。ええからええから。
しいで。すごいね。東京でもこんなに派手な店は見たことないよ。そりゃもうここが何はナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ行きましょう。でもさ、本当に大丈夫なの？こっちってこれもん多いって話じゃない。そないなことありまへんって。もう先生何遍言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったら、あの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろ。まあましてやこの手の店なんてもう。あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって。ほんまに物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心、折り紙付きです。あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ細かい話は抜きにして、ささまずは座って一杯やりましょうね。ほらさあ。でもね、こんばんは。失礼します。失礼します。こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある。思た東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そうせやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。おお、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパンいっときましょうか。おいおい大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやねん、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。
な4本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、4本いっとれ。さすが男前、お願いします。うわすごい。うまいな、もう一杯や。社長さんすごい。にぎやかでいい店じゃないか。でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったのはつい最近なんですよ。そうなのか。ええ、少し前に支配人が変わって、そこから急に。ふーん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。それが引き抜きから何からちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分なやり手みたいだね。そう、うちの支配人、夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。うん、そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もうほら、すっごい。ほら、ここやここ。お客様、当店はお触り禁止です。どうかその辺で。かわいやっちゃな。お客は大概にせんと。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね、このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。に逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼ってあの男か。ありゃただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。え？せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが当店でのおさわりや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。あ、
神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。この野郎、ええどけおや。お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、一丁景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。へっ、まだそんなことぬかすか。なめおって。さあ、ショータイムや。なんなんやお前は。あ、くそ。おこの。あ、危ない。なめんなよ。危険ですので、こちらはお預かりいたします。ございます、支配人。さて、この野郎、警察に突き出してやる。さばけろ、ねえ君。お静かに。こちらのお客様は、ご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならば、このまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしては、あまりに酷ではないでしょうか。そこで、お客様に一つお願いがございます。俺に？はい。夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。お、今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば、年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが、他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。あ、わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様、いかがでしょうか。ありがとうございます。
皆様の寛大なお心遣いありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。おい、まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた。おお、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな、他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さ、参りましょう。あいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。
この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。おう、兄弟。おう。例のあれ、持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発発射できる。36発か。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか、柴田。単刀直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば堂島組長や島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせっちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもん、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は、冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴ぐらや。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください。